箱根西六、三島大吊り橋箱根西六、三島大吊り橋は日本の東海地方東端部の静岡県三島市に所在する人道吊り橋である。愛称は三島スカイウォーク。2020年現在日本最長の人道吊り橋である。静岡県にてパチンコ店を展開する富士港が観光収益と地域貢献を目的として 総工費約40億円をかけて建設した。橋は箱根火山の南西の裾野にある谷をまたぐように、かけられ、構造は長さ400メートル、高さ70.6メートル、首都高さ44メートル、歩道幅1.6メートルである。所在地は静岡県三島市笹原神殿313。2012年に着工し、2015年12月14日に、 営業を開始した。大分県九重町にある90夢大吊り橋の長さ390メートルを抜いて、日本で最も長い歩行者専用の吊り橋となった。吊り橋の設計は長大うだ思考は川田工業。造成工事の設計は静岡コンサルタント。思考は山本建設、す幸い産業、中林建設、JV である。橋の上からは、 西方向の眺望がよく、富士山や駿河湾が望める。対岸にはアスレチックや動物と触れ合いができるところがある。たまに対岸でイベントをやっている。夜間は往復できず、また台風など悪天候の場合は営業を中止する。2015年12月14日の営業開始から2016年3月末までの来場者数は約35万人であった。 2016年9月29日に私教者が100万人に達した。開業から1年間の来場者は約160万人、内私教者は120万人を超えた。全体像、ありがとうございます。